はい、こんにちは。今日はですね、ムン大統領が国連で行った演説がすごすぎましたので、そのニュースをお送りします。記事全体は若干長いので、段落ごとに解説させていただきます。それではニュースを見てまいります。中央日報からです。ムン大統領、国連総会で演説、 DMZ を国際平和地帯に作ろう。ムン・ジェイン大統領は、韓半島の腰を横切る非武装地帯 DMZ を国際平和地帯に作ろうと提案した。ムン大統領は24日午後、現地時間、米ニューヨークで開かれた第7回次国連総会基調演説で、韓半島問題を解くための私の原則には変わりがない。戦争不要の原則、相互間安全保障の原則、共同繁栄の原則など、国連の価値と全面的に合致する3つの原則をもとに、国連とすべての加盟国に提案すると述べた。ここまでは理想としてはわかります。で、次からがですね、かなりファンタジーになってきます。ニュースに戻りますと、ムン大統領は、韓半島の非武装地帯は70年間軍事的対決が生んだ悲劇的な空間だが、逆説的にその期間に人間の足が届かなかった自然生態系の宝庫に変貌し、JSA 共同警備区域、GP 警戒所、鉄条網など分断の悲劇と平和の念願が共に宿っている象徴的な歴史的空間になったとして、世界がその価値を共有すべき人類の共同遺産で、南北間に平和が構築されれば、北朝鮮と共同で国連教育科学文化機関ユネスコ世界遺産への登録を推進するだろうと述べた。非武装地帯の中に南北に駐在している国連機関や平和、生態、文化に関連した機関などが位置づけられ、平和研究、平和維持、 PKO 軍備統制、信頼構築活動の中心地になれば、名実ともに国際的な平和地帯になることができるだろうとも述べた。このですね、世界がその価値を共有すべき人類の共同遺産で、南北間に平和が構築されれば、北朝鮮と共同で、ユネスコ世界遺産への登録を推進するだろう。もうこれはですね、結構ファンタジーですね。ここは僕は理解できなくて、多分ムン大統領の頭の中では想像できてるんでしょうけれども、僕の頭は結構パニック状態です。もしこの文章を正しくするんだとすると、もし南北間に平和構築がされて、韓半島の腰を横切る非武装地帯を国際平和地帯として作れれば、北朝鮮と共同でユネスコ世界遺産への登録を推進するだろうという文章になるんでしょうけれども、でもこの構想は北朝鮮の現体制がそのままあるっていうことが前提ですよね。その時点で全然平和とか安全とかっていうのとは無縁な気がするんですけどね。で、そこから話がユネスコ世界遺産まで飛躍するっていうね、凄まじいファンタジーですね。結構これはノーベル文学賞もびっくりだと思います。で、ニュースに戻りますと、ムン大統領は国連に非武装地帯の地雷を共に除去しようという提案も行った。ムン大統領は、非武装地帯には約38万発の対人地雷が埋設されているが、韓国軍の単独除去には15年がかかるものと予想されているとして、国連地雷の行動組織など国際社会との協力は、非武装地帯を一気に国際的協力地帯に作るだろうと話した。これも冷静に読むと凄まじい話で、地雷が38万発もあるところから、どうやったらユネスコ世界遺産まで話がつながるのか、僕にはわからないんです。で、ここに皆様に問題です。地雷38万発がある自然生態系の宝庫×国連地雷の行動組織イコールユネスコ世界遺産というムン大統領の提示している掛け算。これどなたかご理解できる方いらっしゃいますかね。僕には全く理解できませんね。この数式が解ける方は天才です。多分。で、ニュースに戻りますと、また金正恩委員長と私は非武装地帯の平和的な利用に合意し、鉄道道路凍結と現代化着工式も開催したことがあるとして、
このすべてが韓半島の平和基盤を固めて北東アジアの平和と安定に寄与する過程と強調した。これはわかりますね。全然話としてはついていけます。ただ次がですね、結構難題で、非武装地帯が平和地帯に変わるなら韓半島は大陸と海洋を網羅して平和と繁栄をリードする架け橋の国に発展するだろうと付け加えた。またまた皆さんに問題です。非武装地帯×平和地帯の実現構想イコール韓半島は大陸と海洋を網羅、この掛け算が理解できたらですね、ノーベル化学賞を取れますね。多分僕は無理ですね。天才じゃないので。ちょっとコメントのしようがないですね。でニュースに戻りますと、ムン大統領が基調演説で DMZ 平和地帯の造成を強調したのは国際社会に向かった呼びかけであり、北朝鮮に向かったメッセージにも読まれる。北朝鮮が非核化へ一歩を踏み出す場合、韓国の優れた通常武器戦力を恐れる可能性があるという判断が働いたという意味だ。東西に 250km、南北に 4km の DMZ に国際化した平和地帯を作る場合、この一帯の南北間の軍事的緊張が顕著に減り、自然に北朝鮮が感じる脅威要因も少なくなるという論理だ。関連構想は国連及び米国側とも一定部分を事前に共有したという。気になる文章はですね、東西に 250km、南北に 4km の DMZ に国際化した平和地帯を作る場合、この一帯の南北間の軍事的緊張が顕著に減り、自然に北朝鮮が感じる脅威要因も少なくなるという論理だって言ってるんですけど、多分国際平和地帯を作る上で重要なのは、北朝鮮が感じる脅威要因も少なくなるという論理じゃダメです。主語が違いますよね。国際社会を主語にしないとダメだと思います。国際社会が感じる脅威要因が少なくなることを視点としてゴールにしないと何も始まらないと思います。でもうこうなってきちゃうと、論理が噛み合う噛み合わない以前の問題すぎてしまって、僕にはこのムン大統領の演説っていうのはファンタジーでした。まあ理想としては分からなくないところもありますけど、朝鮮半島情勢に対して今これを言う時期では全然ないように思います。ありがとうございました。